19回の賞金王決定戦はいよいよ史上最高の賞金バトルで、今年は決定戦常連組のファイナル頂上決戦を迎えています。さあ地元コンビが動いていきますが、まず5号艇の松井が動いてまいります。その後方から現在1桁346ですが、松井がどのあたりまで入ってきますか。さあ注目のコース取りですが、さあ今回は植木と松井がともに SG は32回目の優出、そして今垣と浜野屋がともに SG18 回目の優出、そして上滝が16回目、そして田中が SG13 回目の優出のナンバーワン決戦となっています。さあインコースに1号艇の植木がそのまま入って人気の中心です。そして2コースに2号艇の今垣、そして5号艇の松井が3コースからです。そしてあと3号艇の上滝が4コースで引っ張るでしょうか。そして4号艇の浜野屋、そしてディフェンディングチャンプの6号艇の田中はどうやら6コースからの勝負。さあ青木勢が動いていきまして、3対3となりました。1、2、5、3、4、6の3-3スタイルです。さあかなり暗くなってまいりました。水面上で歴代チャンプの植木の V4 か、松井の V2 か、田中の V3 か、それとも今垣、上滝、浜野屋の賞金王初V なるか、1億円争奪の優勝戦。1番、2番、5番、3番、4番、6番今スタートしていきました。さあコースタートは角から出ていった3号艇の上滝が絞っていきまして1番手へと向かいます。4コースの角からバックに出るのは3号艇の上滝、後方1号艇蹴りって5号艇が乗り上げた、真ん中を6号艇が攻めて、あと4番2番手。さあバックセンチャー3号艇の上滝が先頭ですが、内から6号艇の田中慎一郎がフルを伸ばしてまいりますが、その差一定し、上司の4号艇2号艇で1号艇が遅れまして、後方5号艇も遅れました。今から第2ターンマークがトップで回るのは3号艇の上滝で、そのうちを全速で攻めるのは6号艇の田中慎一郎ですが、さあ6号艇の田中が上がってまいりまして、直線コースでトップ争い、6号艇3号艇は接戦となっています。なおスタートは正常、スタートは正常でした。しかし直線コースは伸びるのが3号艇の上滝さんのみ、一定進から二定進でまた6号艇の田中が2番手、3番手に4号艇の浜田で2周目を出したのがトップで回る3号艇、手がまたついて内から6号艇の田中が差し込んでまいりまして、今度は届きました。さあ今度は6号艇3号艇接戦も、わずかにディフェンディングチャンプの6号艇の田中慎一郎が上がってまいりまして、そこから判定審査となって3号艇の上滝、その後ろ4号艇2号艇で植木と松井が遅れました。今から第2ターンマークでは6号艇の田中コーナーを先取り、今度は差し出してくる3号艇の上滝ですが、先頭はここで見事6号艇の田中慎一郎、そして2番手に3号艇の上滝、3番手に4号艇の浜辺でレースは最終周回へと入ります。ここで先頭2番手の差が開きまして、先頭は見事な執念な逆転の勝利、見事トップ争いを競り勝って6号艇の田中慎一郎が先頭となっています。今最後のバックステージへと入りまして、これで今年は SG がこれで通算は4回目、そして自己通算では30回目の優勝が目前となっています。さあ田中慎一郎が今年はまさに試練の1年となりましたが、終わりよければ最後よしで見事賞金王連覇達成で、これで野中植木と並ぶ賞金王 V3 となります。そして2番手に3号艇の上滝、3番手に4号艇の浜根、2004年の頂点は6号艇の田中慎一郎、優勝ゴール3番ゴール、4番ゴール、2番ゴール、5号艇の松井が最後の直線コースです。5番ゴール、そして今1号艇の植木が最後の直線コースです。最後尾に1番がゴール、